ファンキルタガタメプレゼンツ、今泉 P の全つながるラジオ。こんばんは、ゲームプロデューサーの今泉です。はい、ね、こうリニューアルして1週間経ちましたけれども、そろそろ慣れてきたかな。僕は慣れません。はい、ね、これで1週間企画会議にをしてきたと。一人企画会議を僕はしました。今日何をするか、採用保留却下を決めるということで、ここにいいねボックスに入れたやつがあります。いきますよ。これ2つ似てるな。開発スタッフ参加の要望回答&会議、開発陣やスタッフ集めた募集して、不満要望調査、その場でマジ会議するコーナー。これはもうあれですね、うちのスキルミーティングとかこう思うし、定点カメラで撮ってもそのまま流すみたいな。で、これは実現できそうだよね。で、まあ、ジェナさんと今泉 P の映画トークっていうのはもう来週やりましょう。よし、来週やる、はい、で、シゲリンのファッションショー、これもやろうよ。これめっちゃ面白そう。需要あんのか分かんないけど、本当に流すものがない時にやりますよ。投稿に出てくるコーナーは継続していただいて、これは要望だからね。これいいね、はい、これもやりたいね。ファンキルで言ったら姫の愛、姫の愛を語る、これだからこれもやりたいですね。姫の愛の語ることに特化した企画を、これもなんか募集します。じゃあプレゼン資料にまとめてください。じゃあそれ作りやすいフォーマットを作ります、こっち でそれに書き込んで、僕がそのキル姫に対してプレゼンする。うん、いいと思います。リアルグッズアイデア募集、これはまあ周年が近づくまでいいかな。コスト度外視で行ってくるからな、みんな。今ピーやスタッフの皆さんの地元紹介、これも別に地元は紹介しなくていいかな。シゲの山形にぐらいしか行きたくねえもんな。ギネスに挑戦するって、ギネスもいっぱいありますよね。どういうのがあるんだろう。これもちょっとスタッフに探させて、取れそうなギネスを探させましょう。一回やってみたいね、ギネス持ってるって。なんか合コンでギネス持ってる俺って言いたい。うちの姫のキャラさんの歌詞に使いたいフレーズ、これもいいよね。けどそのキャラさんまでたどり着くか分かんないから保留だな。ユーザーのコアの推しについては延々と語ったっていうの、さっきのコーナーね、やろう。今週のユンピー的気になるニュース、もうさっき言ったしね俺ね。ファンキリ4コマ漫画プロジェクト、これもフォーマットをね固めて、ユーザーさんから募集したら面白くなりそうな。まとめると、この番組の回を見直してもらって、これやるやらないっていうのをまとめてください。ではまた来週。ラスト週はゲストジェナだよ。